伊勢市に本社を置くスーパーマーケットの牛トラと日本ハムグループが4年ぶりに開いたもので、今日は伊勢、鳥羽、渡来地域の少年野球チーム13チームと一般参加の子どもたちおよそ65人が参加しました。野球教室には三重県出身で日本ハム OB の谷口優也さんと市川卓さんがコーチとして参加し、ボールの握り方や足の運び方、守備の姿勢など野球の基本の技術から丁寧に指導しました。キャッチボールの練習では市川コーチがボールを漫然と投げるのではなく、野球の技術につながるキャッチボールをしてくださいと呼びかけると、子どもたちは憧れの元プロ野球選手からのアドバイスに真剣な表情で聞き入り、指導を受けていました。プロ野球選手に教わることで、なんかモチベーションとか、これからこういう練習とか、そういうなんか教えてもらったことをこれからも続けてプロ野球選手になりたいとか、自分の中でちょっと思いました。キャッチボールなどをしっかり練習しようと思いました。足が速い選手になりたいです。僕も市川コーチも、まあ、地元に帰ってきたということで、非常に元気があるなと言いますか、また違った、なんかエッセンスを、はい、僕たちが逆にもらってるかなっていうような感じはしますね。いろんなことにチャレンジしてもらいたいなというところで、その中で例えばここがわからないですであったり、もっとこうしていきたいっていう考える力っていうのが、そのそれぞれ子どもたちながらに出てくると、そういった、助言であったり、お手伝いというものができたらいいなと思ってますね。